はい、どうもリンのマンです。今日のテーマは、興味と決断の違いについてお届けしていきたいと思います。え私にはやりたいことがある。そして夢があるんだ。 ビジョンを掲げてるんだ絶対になりたいんだそう思ってる人たくさんいらっしゃると思うんですがやっぱり夢って叶ってない人の方が多く見えませんかその夢を叶えていく人たちと叶えられない人たちっていうのは具体的に何が違うのかまあねこれを僕もオンラインサロンなんかでも探求していってるんですがえ先日ね池田孝正さんっていう僕大好きな著者がいるんですが えその人のねメルマガにだよなって思うことが書いてありましたので今日は池田くんのねメルマガを引用しながらちょっとお話していきたいと思いますえ今日この YouTube の概要欄に池田さんのね YouTube チャンネルも貼っておきますので、まあ、本当に勉強になるんで是非ねチャンネル登録をしてこちらの方も学んでみてくださいえまずね今日の話に入る前に夢っていうのは2つあるんだってことをまず皆さんに知っていただきたいんです えまず一つ目は無双夢,夢を想像って書くんですが要は夢が想像で終わって空想で終わってる人まあ妄想ですよねこういう無双タイプの夢と無限っていう夢を現実にしていくっていう無限タイプの夢があります皆さん夢を想像で終わらせて本当にいいですか嫌ですよね空想なんて やっぱり現実にしていきたいと思いませんかでその空想の世界を現実にしていくためにはあることを意識していくだけなんですでそれが今日のメインの題材でもある興味と決断の違いを理解するってことなんですえ先日ねこんなツイートをしました今の自分は全てこれまでの決断の結果である今の僕たちっていうのは紛れもなく過去の決断選択行動これの延長線上に自分がいるわけですよね僕もこうやってぽっちゃりしてるのは食べ続けた えー、低堕落な生活を送り続けたちょっと過食しすぎた運動不足だったまあそういうことの連続で今の自分が存在してるわけです今のあなたは誰のおかげかって紛れもなく過去のあなたのおかげなんですでね決断したい私だって決めたことをやり遂げたいって思いますよねこれは興味と決断の違いを本当に理解しておくことなんです、えー、例えば痩せたいって思ってる人いっぱいいますよねお金を稼ぎたいそして成功したいこの「何々したいこの〇〇たい」を するってていいいう決めてしまえばいいわけですよ痩せたいではなく痩せる稼ぎたいではなく稼ぐ成功したいではなく成功する僕は彼女を幸せにしたいではなく幸せにするですよねつまり達成する人たちは興味ではなく決断をしているということなんですじゃあちょっと例題を出してみましょう今から A と B の例を出していきます A 海外に行ってみたいな B 今年の年末にバンコクに行く似て非なるもの全然違いませんか A お金を稼ぎたいな B 売上を1.5倍にしてボーナスを1.5倍にしてやるこれの違いは何かというと A は興味であり B は決断なんです私は決断していますって言ってる人それは興味ですか 決断ですかそれをチェックして冷静にジャッジしていかなきゃいけないってことなんですではね決断の話をするとやる気みたいな話が出てきますんでちょっとやる気についても解明していきたいと思います私はやる気があるんだっていう人いますがちょっとそれって抽象的じゃないですかなんかほわーんとしてますよね具体性が全くないわけですじゃあやる気っていうのは何かっていうとその発言やその思考つまりそうやりたいって思った時に行動が伴っているかどうかだけなんでしょうここが本当 大切なんですつまりどういうことかというとやりたいと思って思うのはみんな一緒なわけですこの思った後に行動すればそれは決断であり何もしなければたただだだの興味だったこれだけなんですよ例えばね行動して自分がやりたいと思って何か動き始めて行動を始め まままああなんかちょっっとと諦めめたりりててしまうことってありますよねそれは決断から興味に戻ったっていうだけですしたとえ興味に戻ったとしてもまた動き始めるとそれは決断に変わるわけですつまり決断と興味っていうのは精神論ではなくて状態の違いなだけだと思いませんか動いていれば決断であり止まっていればただの興味だってことです決断したいそう強く思いたいんであれば簡単なことです思った後に動くだけなんですよ メンタルではなく精神論ではなく状態の違いなのであなたは興味なのかそれは決断なのか冷静に現状把握してみてくださいそしてスーパーリーダーって言われる人たちはね決断するだけではなくて決決断断の深深ささががね全く違うんですすには深さがあります例えば空手道場の体験をしている人それと空手の 道場の師範って言いますよね何だったら体験したいっていう人の方が瞬間的に燃えてると思いませんかよし空手やってやるぞみたいなで別に師範なんかは毎日空手をやってることなので別に燃えたりはしてないですよねある意味熱量は体験する人の方が高いかもしれませんここで重要なのはその決断の深さなんですよね紛れもなく体験者っていうのは一時燃えてるだけの人かもしれませんただ、えー、師範っていうのは もう深く当たり前のようにもう習慣化して燃えることすらが当たり前になっているわけですつまり決断に深みがあるってことですよね決断が浅いとどうなってしまうかどんなにやる気があっても決断が浅いと何かピンチがあったり問題が起きた時に逃げたり諦めたくなったりやめたくなるものなんです やっっぱり決断ってていいいうのは浅いと逃げてしまいたくなるもんですよね。でも決断が深ければもう絶対やり遂げたいというかもう気合いなんかいらないんです毎日道場に行くことは当たり前だともう習慣というかもう自分の中の体の生活の一部になってしまっているわけですではこの決断の深さを測るものは何なのかなんですそそれはその人が 何で歩みを止めてしまうかでその人の決断の深さがわかります例えば天気が悪いからやめようなのか自分の気分で止めてしまうのか状況で決めてしまうのかもう天気でやめてしまう人なんか決断が浅いですよね雨が降ろうが槍が降ろうが 例えばサッカー選手だったら雨の日だって試合をしなきゃいけないんだから雨の日だって普通にそれに対応した練習をしていくわけですそれはなぜかというと決断が深いからなんですよね。この決断の深さによって決まっていきます自分がどこまでいけるのか何を達成していけるのかどうなっていきたいのかっていうのは紛れもなくこの決断の深さに比例していくものですそして最高の決断の深さとは何かそれは何があろうかやるということなんですももう何があっても俺はやりたいんだとまあだと。から夢リストを 書いてる人いると思うんですがその夢リストの前にね何が何でもやりたい。 ハワイに行きたいじゃなくて何何が何でもハワイに行きたいことしかやっっぱかなっていかなていですよねしかもそれを思うだけではなく行動に移す HIS に行ってパンフレットを調べるとか実際にねホテルの予約サイトでいくらか調べるとか、えー、いろんな人のブログを見てみるとか行動していかないと変わらないわけです皆さんもぜひ思い出してみてください皆さんがやると決めて決断して動いて諦めたことって何でしたかそしして何が理由で諦めままたか、まあ、成功の8割は現状把握能力が決め ると言いますが、どうやったら痩せるかよりもなぜ太ったかの方が重要だったりするわけです。なのでこれから決断を途中でやめたくないですよね。そのためにも自分は何で諦めて。 何が問題だったか是非検証してみてくださいそして決断の深さには底があるんです例えば自分がね辛いことがあって諦めてしまったそこが決断の底だったわけですよでもさらにそこから一歩を踏み出すとさらに決断の底はより深くなっていくわけです決断は歩みを進めていくそして進め続けていくことでより深くなっていくものなんです そして歩みを止める理由は何なのか自分の歩みが止まったときにそのなぜそれが止まってしまったのかその問題や課題を一つずつクリアしていくことでより決断に深みが増していきますいやもう人生なんかいろんなことが起きますし 例えばね親が病気で倒れてどうしてもできなくなったとかさまざまな理由が出てくるわけです止まることもありますよでもやっぱり決断している人はその歩みを止めずにまっすぐ一歩ずつ進んでいくんですよね是非決断っていうのは深さが重要なので理解してみてくださいえそれでは今日の話をより分かりやすくまとめてみたいと思いますえとにかくそして決断っていうのは深さが重要だという話も後半してまいりましたそしてね僕は個人的に思うことがあります が「決断」っていう文字を逆さにすると「立つことを決める」って書いてませんか 何をやるかを決めることも決断ですが何を同時にやらないかを決めるっていうことも決断だと思うんです例えばこれからカフェをオープンしようと思ったらちょっと恋愛でイチャイチャしてる場合じゃないんでちょっとその時間を削らなきゃいけなくなります人生っていうのは24時間しかありません何かをすると何かが削られるまさにトレードオフなわけです僕は何をやらないかを決めることも決断にとって重要なことだと思いますとにかく今日皆さんに伝えたかったことは決断してるっていうのはメンタルとか精神論ではなく 動いていれば決断動かなければただの興味ここが重要でありそれを深めていくっていうことがより大切だよということでした決断かっこ行動して最高な人生最高なライフハックをしていってくださいいつもいいねコメント本当にありがとうございます是非チャンネル登録もよろしくお願いいたします、えー、そしてね下のコメント欄に是非たくさんコメントお待ちしております、えー、月額1000円1日33円で学べるオンラインサロン ライフハ研究所、えー、こちらも概要欄から辿っていきますのでぜひご参加くださいえそれでは次のまた動画でお会いしたいと思いますさようなら